普段の自分と違うもう一人の自分を見つけてほしいっていう思いがあって、よくねスーパーマンに例えるんですけども、昼間は会社員で勤めながら夜はスーパーマンになってボクシングをするみたいな、そういう2つの人生を歩んでもらえたら人生も2倍に楽しいんじゃないかなと思ってます。元 WBA スーパーウェルター級チャンピオンで、現在は、寝屋川下ボクシングジムの下信弘です。コースはですね、一般会員向けのコースとプロコース、レディースコース、キッズコースがあります。個々に練習してるジムが多いと思うんですけども、うちはやっぱりグループレッスンをすぐ取り入れてたりとか、みんなで楽しくやってもらおうということをすごく目的としまして、ここはコミュニティの場になればいいなと思ってます。しております平野智奈です。シェイプアップしたいですとか、なんかそういうご要望を持ってらっしゃる方が多いので、ボクシングの動きを取り入れながら楽しくストレス発散しながら体絞っていってもらおうっていうような、そういうことをやってます。入ってからね、結構3ヶ月ぐらいでグッて絞る方多いです。もともとものすごく太っていたので、15キロぐらいは減ってるのですけど、年齢的に考えても今が人生で一番体が動いてるかなっていう感じはあります。ここ入った時は体重84キロぐらいあったんですけど、今現状は70キロで14キロ痩せました。イメージ的にはやっぱりちょっと暗い、なんかこう汗臭いっていうイメージだったんですけど、ここはもう本当に見てもらったら分かる通り爽やかで、会長をはじめスタッフも爽やかで、はい、そう、女性の方でも来ていただきやすいと思います。殺伐としたイメージだったんですけど、そんなん全くなくて、全然大丈夫そうやなと思ったんで、妻も誘って一緒に行くみたいな感じにしたんで、すごく印象としてはいいかなとは思います。旦那からさっきトレーニングとあるよ旦那に聞いてて、私もさっきトレーニング好きだから来たいです、やりたいです。ボクシングやったことないけど、ここになんかいろんなトレーニングあるから楽しかったです。男性じゃなくて女性も楽しいと思います。同年代の男性の方から女性の方という形で、俗に言う格闘技という、その格闘技にものすごく雰囲気を出されている方以外の方が逆に多いのかなというイメージがあります。非日常っちゃ非日常なんですよね。本当に頭真っ白になるぐらい動けますし、もう心のリセットっていうか頭のリセットもそうですけど、そういうのには絶対持ってこいなんで、家庭内で喧嘩とかをすることもありましたけど、ここでちゃんと発散できていれば喧嘩の数も減るんちゃうかなっていうところで、そこの家庭内不和がなくなることを祈りながら続けていければなと思ってます。一番好きなトレーニングはここに A 級ボクサーの福井くんいるんですけれども、福井くんとミット打ちするのがめちゃくちゃ一番好きですね。プロやのになんかこう励ますというか、下手くそな僕とかになんか結構カツ入れながら笑かしながらというか、さっき言ってた和気あいあいと、ミット打ちと、真剣なとか真剣に教えてくれるし、このオンオフとかもなんかしっかりしてるなっていうところがすごいいいなって。頑張ってる。
寝屋川石田ボクシングジムの福井寛太と言います。プロ戦績が12戦7勝4敗1分けです。岩谷隆文です。成績は9戦4勝5敗です。会長はね、天才なんで、すごい感覚でね、教えてくれるんですけど、なんか難しくじゃなくて、もうそのまんまのことを教えてくれるんで、やってみて難しいこともあるんですけど、けどすごくこう理解できることを言ってやるなと思って、はい。あんまりこだわらないところが、はい。一応自分の中での指導方針ですかね。パンチが来たら受けて打ち返したらいいんやと、すごい簡単な感じでね教えてくださるんですけど、まあでもその難しく考えへんところが僕はいいなって思います。その楽になれるんで、あ、言う通りやなと思いますよ。言うてること簡単、でもそれは簡単にできんってのは分かるんですけど、でもその通りやなって思うんで、僕はその感じは好きです。すごい、はい、人それぞれに特徴があるんで、やっぱりその子の個性に合わせたボクシングがあると思うんで、そこら辺はね、その子に合った、はい、指導方法をしてると思います。結構ね、ボクシングやっぱ怖いとかそういうイメージがあるんですけど、うちはね、本当にみんな楽しくやってもらうことを一番に考えてるんで、それはね、他のジムも違うところかなと思ってます。会長と出会ってやっぱり人生がもう変わったと思います。本当に初め、悩んでた時は、僕にはちょっとっていう自信は本当になくて、やっていくうちに、試合も勝って負けたりもして、いろんな経験積んで、すごい自信がやっぱりつきましたね。なんかそれはボクシングだけじゃなくて、普段の生活の面にも出てくると思ってて、なんかやっぱ自信があるから、こう堂々と、はい、物も言えるようになったし、そこが精神面の話でいうと、そこが一番変わったかなと思います。結構怖がり屋さんなんで、すごくこう周りにいろいろ頑張ってる姿とかこう見て刺激もらって、試合やって終わってみて、あ、変わってきてるんだなって、はい、実感してます。私がね、やっぱりたくさんの人に応援してもらって、世界チャンピオンにまでなれたんで、みんなから応援してもらえるっていう経験をしてもらいたいし、このボクシングを通じてたくさんのことをやっぱり勉強していってもらいたいと思ってます。例えば毎日コツコツ続ける、努力を続けるっていうことであったりとか、人間関係であったりとか、ボクシングって結構一人個人競技に思われるんですけど、やっぱりみんなでチームで戦うスポーツなんで、やっぱり自分一人の力じゃなくてみんなで戦うっていう、みんながね、やっぱり世界チャンピオンになれるわけじゃないんで、ボクシング引退してからも一人の人間としてすごく成長していってもらえるように考えてます。